池田古村慶応4年2月13日は、江戸時代後期の江戸林派の絵師。堺法一の弟子で、兄弟子の鈴木その一と並ぶ皇帝である。イエール大学美術館像、十六河川図屏風部、メトロポリタン美術館像、日の木図屏風部、越後国水原近辺出身。名は、三神、三達、自は修士、通称、修士郎。号は、自然案。 連ンより、東樹外資、練リ浸屈、河川県、天狗道、旧昇県、旧昇県など、池田東蔵の子として生まれる。十代後半には、江戸へ出て、堺法一に支持したとみられる。水原は、天領で、越後有数の米どころとして、干拓や、神殿開発が、積極的に行われた。その結果、海鮮業などで富をなす、祖法家も多く、 江戸や京藩の文人仏閣が水原を訪れ、登流することも珍しくなかった。父東蔵は、水原でこうした祖宝家と交流があり、古村が若くに江戸に出るのも、水原に来訪した文化人が関与したとする説がある。また、法一の弟子で、後に古村の弟子となる野沢堤生の父、旧孔安旧孔の紹介とする説もある。古村は、 後々まで水原との関係を保ち続ける。慶永6年2月に父が亡くなると、同年4月水原の古刹再復時に父の母妃を混流している。文青年完全期頃に法一に入門、法一の号の一つ、うぐいす村の一時から古村を名乗ったと推測される。法一の死後30代の半ばから一時、深川冬木町に住み、40代後半には、 両国旧省庁に移り、没するまで過ごした。しかし、深川時代の作品は、関東大震災で多くを失ったとされ、動向は、不明な点が多い。安政六年間の諸画会期二編では、画名殿下に高し、しかれども名を得ることを好まず、東締め一人楽しむとなり、その人物を伝えている。諸画の鑑定に優れ、茶道を好み若に通じた、教養人で、 レインを好み、レインよりと申した。リンパの後継者を辞任し、最晩年の現時2年、光林新鮮百図上下、慶応元年、法一商人親戚教上下を出版した。これらは絵で本として使用されたほか、ジャポニズムの機運に乗って西洋に渡り、装飾美術の流星に寄与した。1882年にイギリス初のインダストリアルデザイナーとして活躍した。 クリストファードレッサーが出版した日本その建築、美術と美術工芸では、早くも降臨神仙百図が引用されている。一方、文中に大和魂、広告といった語句が参見し、古村が勤労思想を持っていたことが伺える。墓は江戸川区西水への大文字。古村はその位置ほど多作ではなく、作品の質も振り幅が大きい。また、 法一や、その一、堺うぐいすカバノに比べて画材に劣り、状態が劣化しているものが少なからずあり、彼らに比べて、大名や、豪商の注文が少なかったと推測される。しかし、代表作、日の傷屏風には、近代に本画を先取りする新鮮な表現が見られる。弟子に、中村学良に、最初の絵の手ほどきをした、野沢包生、木村絵村、和子子さん、タコ古仙。 タコキツネ松、ヤギサワ松霊、西コンさん、高橋古道、福島古竜など、早稲田大学図書館初代館長などを務めた市島県吉は数多くの印象をコレクションしており、その中には同郷の古村の印象も37か含まれ、現在は早稲田大学合図81記念博物館に所蔵されている。ウィキメディアコモンズには池田古村に関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。